こんにちはマセン4です今回は夜中に目が覚めたら金縛りになって背後にいた女の霊が背中から体の中に入った話をしていきたいかなと思いますはいなんかすごく嘘っぽい文面なんですけどガチですはいあの、まあ、いつアップするかわかんないですけどこの動画、まあ、早めにアップはしようと思ってるんですけどあの 今日ですね、今朝ありましたこれが。はい、でまず最初の言うとあの全然個人的にいや霊感っていうか幽霊っていう存在を見たこともないしあのなんかあただ感覚というか勘は鋭い方ですどちらかというとなんか嫌な予感はするとかそんなあの感じは ただ、まあ、そういった感覚はあるけど、全然あの、霊感はないと思っている私で、しかも、こういった経験をしたのが、まあ、今回初めてですね。もしかしたら、あの、鈍くて気づかなかったっていう、あれもあるかもしれないけれど、今回のようにはっきりとなったのは、すげえ初めてです、はい。で、どういったことかっていうと、 あのまあ、夜寝ました。寝てあの、12時過ぎぐらいかな、に寝ました。で寝てで、起きる前に夢見てたんですね、中で。夢見てて、でその、すごく近い夢ですね、その女の霊、霊だったのか、女の子が出てきたのか、あれなんですけど、多分、女の子が出てきたんですね。で女の子が出てきて、でまあ、夢の中にいて、 で、まあ、なんかしたんですね、その夢についてはもう忘れてしまったんですけど、その、女の霊が夢の中に出てきました、まず最初に。で、目覚めました。で、まあ、そんないい夢でもなかったので、あの、はあ、ああ、夢だ、みたいなイメージで起きたんですけど、あの、 まず、どっちが先だったかな。体が動かないが先かな。あの、全然動かないですね。起きて、目が覚めたのに、体を起こそうと、まあ、少し動こうとしたんですけど、全然動かなくて、あれ動かないと思って、で、その動かないって思って、もう本当に体も動かないし、頭も動かないし、もう体全身、もう全然動かない。 状態動かそうとしるのに動かない状態プラスなんか後ろにいるっていうのがなんとなくわかったんですね。うんそのなんだろうね感覚というかあ誰かいるっていうその時はまあ、誰かですねあの男なのか女なの子かでそういうのではなく誰かがいるとそういった あの感覚まあなんかわかるじゃないですか。なんかいるっていうのがあって、ただ、まあ自分の部屋にいるっていうのはわかってるんで、しかも、あの、一人暮らしなんで、一人しかいないであの。まあ体動かなくて後ろに誰かいるってなんかすごく怖いじゃないですか。まずその時点で。で、今思うと、なんで女の霊ってわかったんだろうって思って、その時に、まあ、まず、 女の例というか、女ってなんで分かったんだろうと思ってます。今話してる時に、話してる瞬間に。だって体動かないから後ろ振り向けないはずなのに、なんで女って分かったんだろうってちょっと今思ってるんですが。で、なんとなく夢で、夢に出てきた女の、 女の人かもしれないっていうか多分そうだってなんとなくその瞬間に感じたんですよねうんそれは覚えてるんですけどあ多分そうだと思って <laughs> で見れたのかな顔だけ動かして見れたのかどうか多分顔だけ少し動かして 飾られてちょっとちらっと目で見たらあの完全な顔とか輪郭とかそういったのは分からないんですけど本当に人の形をした、まあ、女の形をした白いあのなんて言えばいいんだろう光白い光のようなそういうのが あったったたていいうかいたんです後ろに <laughs> やっぱいるわって思いましたその時にあいるけどいるけど動けないんだよな体とか思いつつ <laughs> どうしようと思って多分あの後ろ振り向くのも結構勇気がいるじゃないですか多分ちょっと数十秒数十秒か数秒かその秒数はあれなんですけど あこれ見た方がいいのか見ない方がいいのかとかちょっと考えながらちょっとうーんまあ多分、まあ、好奇心でもないけど、まあ、見るしかねえよなと思って見たらそう言ったあやっぱいるよねっていう <laughs> 感じになったんですであこれどうしよう体動かないしなとか思いつつで徐々にその光が近づいてきたんですね <laughs> 自分にあやっぱ近づいてきてるしってか思いながら で、動けないしなからだと思って。で、本当に近くまで寄ってきて、自分の背後、真上、背後と言えばいいのかな、に、まで来て、あ、なんかいると思って、ちょっと寒い感じがしたんですね、その時に。なんか寒い感じがすると思いながら。で、その、あの、女の霊が、 次に何するかっていうのがなんとなく想像をついたというか想像してしまったことが多分こいつ入ってくんじゃねって思ったんですよその時になんかなんだろうね感覚というかあこいつ入ってくるわとか思ったんですよねその時にでまあ実際背中の方がちょっと寒くなってで まあ入ってきたんですよね中中に背中から入ってきたというかなんていう表現をすればいいんでしょうかね吸い込まれたというか中に入ってきたと思って何で本当にその時の,あの思考というか考えが入ってきたとかそういった思考になったか分かんないけど実際にそういうイメージがあってでそうなってあやっぱり 入ってくるよね <laughs> っていう感じになってああ入っちゃったよなーとか思いつつで入って少ししたらあの身動きが取れるようになってあ動けるようになったーとか思いつつちょっとしびれてるんだけど体があ動けるわーと思ってあーでも入ったよな <laughs> 多分本当本物だよな入ったよなーとか思いつつうーん。 初めてだわとか思いつつまあ寝たんですけどその後にうんまにその感覚というかそれが本当に鮮明に覚えていてあと金縛りかな「金縛り」かな?「金縛り」にもいろいろ説みたいなのあると思うんですけどあの しびれというか神経のあれとか、まあ、いろいろあると思うんですけど実際に自分が感じてみて本当に動けなかったりする、ね、あの時動けなくてであの想像通りのものがあってで想像通りの行動をしてっていうのがあって、まあ、逆にあの怖いというか。 やっぱそうだよねみたいな感じの変な納得感があってそういう経験された方っていますどうなんだろうねちょっと霊感強い人っていうかそういう方に聞きたいなっていうのとあのそういうことはありますかねってすごく知りたいのがあの個人的な感想です初めての経験なので本当になんだろうね すごく逆にまあいい経験っちゃいい経験なんだろうけどまあ多分あのおそらく、まあ、これも想像なんですけどそんなに悪い例ではないと思ってます、うん、もし悪い例だったらもっと悪いことが起きるだろうなと思いつつうんそんな悪い例でなく なんか、こいつにくっついとこうかな、みたいな感覚だったんじゃないかな、と思います。うん。多分ね。まあ、そんな感じの、あの、夜中の、例の体験でした。はい。ということで、今回は、夜中に目が覚めたら、金縛りになって、背後にいた女の霊が背中から体の中に入った話でした。それでは。 ご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね